皆さんこんにちは。トトワンドリーム TV 目指せ2億長者、今週も石上陽子がトトの予想に役立つ最新情報をお伝えしていきます。これ皆さんご存知ですか？ビッグの CM でおなじみの森三中さんの人形です。こうやってグニグニしてると気持ちよくて没頭しちゃうんですよね。すいません、こちらの森三中さんの人形なんですけど、グニグニ当たるよキャンペーンに応募すると抽選で、9000名の方に当たるので、ぜひチャレンジしてみてください。詳しくはビッグトトのオフィシャルサイトでご確認ください。それでは第462回の予想のポイントを紹介していきます。まずは FC 東京対大宮の一戦です。上福監督を解任した FC 東京は大熊新監督のもと降格圏からの J1 残留を目指します。9試合勝利なしと状況は苦しいですが、これをきっかけに選手同士で決起集会を開いた模様で、巻き返しへの意欲は高まっているようです。一方の大宮は FC 東京に6連敗中と相性が良くありません。さらに前節の鹿島戦でラファエル選手が負傷交代したので、エースの状態は気になるところです。続いて清水対名古屋の一戦です。清水は直近の5試合で1勝1分け3敗と負けが先行。ホームでは8勝1分け2敗と安定していますが、名古屋には2007年の白星以降3年間勝利がありません。対する名古屋は前節の横浜戦に引き分け、連勝が3でストップ。ただしこの試合で出場停止だったダニルソン選手と中村選手が復帰することは明るい材料です。最後に川崎対ガンバ大阪の上位対決です。前節川崎は湘南に6対1で勝利し、ガンバ大阪は大阪ダービーでセレッソ大阪に3対2で勝利。両チームともに勢いに乗ってこの試合に臨みます。5月の対戦では4対4の引き分けでしたが、川崎はホームでのガンバ大阪戦で4連勝中と相性がいいんです。対するガンバ大阪は遠藤選手が右足を痛めたという情報もあるので、大黒柱の状態は要チェックです。では残り10試合のチェックポイントを一気にお伝えします。3連敗中の山形がホームに4連敗中の湘南を迎えます。2007年以降の対戦成績では4勝3分け1敗と山形が優位に立っています。2試合負けなしと調子を上げている京都は3月に3対2で勝利した岩田と対戦。その岩田はエースの前田選手が2試合で3得点を挙げ、好調をアピールしています。横浜は今シーズン最長の4試合無敗をキープ、攻守に好調を維持しています。一方の仙台はここ4試合で3勝を挙げ、降格圏を脱出。ただアウェイ戦は2勝3分け6敗と苦手にしています。陽子の大荒れ注意報。今週の大荒れ注意報は浦和対新潟の一戦です。この試合は浦和の勝利に多くの票が集まっていますが、私は新潟が勝ち点を獲得する可能性があると思っています。そう考える理由とは、浦和はホームで勝てていないということです。5月5日の名古屋戦で勝利して以降、浦和はホームでのリーグ戦で3分け3敗と6試合勝利なし。ナビスコ杯を含めるとホームで8試合勝てていないんです。最近の5試合のうち4試合で1得点に終わるなど、チャンスを作りながらも追加点を奪えないことが勝利を逃す原因となっています。鈴木選手や山田直樹選手といった主力に怪我人が多いというのも不安材料です。そして大荒れ注意報もう一つの理由は、鬼門の浦和戦で新潟の選手が奮起するということです。矢野選手のドイツ移籍に加え、マルシオ・リシャルデス選手が負傷している新潟はここに来て3試合勝利なし。加えて敵地での浦和戦は8連敗中とまさに鬼門なんです。それでも得点ランクトップタイの11得点を挙げるチョ・ヨンチョル選手やミシェウ選手を中心とした攻撃陣は十分に迫力があります。私は現在の浦和の状態なら、新潟が相性の悪さを克服する可能性があると思っています。というわけで、調子を落としている新潟が奮起し、ホームで勝てない浦和から勝ち点を奪うと判断しました。皆さんこの試合はぜひ0や2をマークしてくださいね。以上、陽子の大荒れ注意報でした。最後にお知らせがあります。私のオフィシャルブログなんですが、グリーさんの方に、移行しました。日々更新していきますので、ぜひ見てみてください。
第470回のトト販売締め切りは9月25日の土曜日です。第470回の詳細データなどに関してはウェブやモバイルでご確認ください。それではまた来週、さようなら。